ただこっからは敵の鬼畜攻撃が、心の闇そしてご飯が解放される。さあやっていきましょう。審査ルイン第二形態聖杯の解放しどころかもしれん。ちょっとみんなの BP を確認するところから始めていくか。さあ我々 BP はどうなっているか。24、30、40、24、24とかは微妙だよね。16、いやでも16で撃った後に6回復して戻ってくるもんな。全然いい。むしろ柱があるうちに強いこう連携はしなくていいから、いやまだ聖杯解放しなくていいのか。まだ聖杯解放しなくてもいいのではないか。しかもフリーファイトでいいのではないか。敵のご飯が来たとしても誰か一人オーバードライブが成功してさえいれば一応立て直しはできる。さあうわーご飯か。何回行動 ?1 わ LP2 削られんのが痛いのか。うわー LP2 削られんの痛いな。3回行動鬼畜じゃない。待って、いやでもオーバードライブ入った。オーバードライブ入ったからLP か。マジか LP か。いやここアイシャの BP はふざけないで。14、癒しの水から入ってオーバードライブまではつなげられない。柱もあるから手数増やしたいんだよね。起こすことは起こすが各一回投げて、ウォーターガンかな。聖杯っていうパターンもあったかもしれんね。いやでも寝てる人に聖杯効かんか。起こしていく。BP は、ここだな。みんな BP が少ない。ここで愛車行動順としてはどう行動順させていくか。あれかみんな体術でとりあえずリジェネットくのがいいのかもしれない。 BP4 だと打てないな。テオ様とかは体術連機 BP10 も使うのか。まあその代わりリジェネがつく。一旦フリーファイトにしながら奇跡の水使うか。耐えるよね。いやでもここのターンでご飯来たらマジやばいのか。相互回復してないから。いやでも今のターンご飯来て次のターンもご飯来ることなんて稀な気がするよね。 BP3 ここの辺は相互回復ができる。誰に投げるか。とりあえずディアナ様にしようか。ハルト様回復でラファエル回復。そうかみんな BP が足りてないんだな。ウィンドアビス、奇跡、イケメンにこれ奇跡かかったのかな。かかってないっぽいな。ミスが入った。しかしイケメンは起きる。 OK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  アニメートは回避した。いやとにかくオーバードライブなんじゃないか。先制できたら敵の行動をかき消すことができる。オーバードライブ。ああ連機も打っておきたいからな。連機チャレンジするか。5人オーバードライブする必要ないだろう。3人オーバー2人だと危ないかな。3人目オーバードライブにするか。いや連機打てるだろう。2人オーバードライブしてるし。オッケー、ダークネビューラー全く問題がない。こちら魔法盾張っていない。連機完璧連機先制2人からオーバードライブ入った。でかい回復してからオーバードライブする。いやーでもなー柱壊してった方がいいよね。手数が少なくなる気がする。テオ様ここでオーバードライブ回復すると次のターンできる BP が結構減るかな。20使って
7で戻ってくる BP7、 何ができるか。おー、アパスマバンタライズ連携もできるのか。ただ柱結構残ってるよね。一旦これで回復で使ってしまうと剣の雨まで間に合わない可能性があるんだよな。いや、行こう。これはアパスマバンタライズ連携、どのくらい今のダメージが出るかっていうのも確認しておこう。結構火力で押し切れる可能性もあるよね。ミス。あ、964出るじゃん、一発当たっただけで。お、でかくない？この連携でいくつ出る？お、2700。これ3700くらい出るよ。当たらない。3700、当たらない。4500くらい。敵の HP は9万くらいだっけ。各武器2回連携受けて打てて5000で、そうか、武器1本で1万くらいしか出せないとすると、全員使い武器使い切って5人いるから5万、第一形態の分2万くらい加算して7万、足りてないっちゃ足りてないのか。さあ、そしたらリジェネがかかってない2人、アイシャとラファエル、ラファエル、アイシャとラファエルには連携って置くか。で、それ以外のメンバーでオーバードライブ。頼む、変な攻撃してこないでくれ。ラファエル死ぬかな。術エナボル。うわー、ラファエル死んだ。マジか。うわー、まひった。オーバードライブ。 BP クサル。 BP 次第では立て直しからもう一回オーバードライブが打てるが、29ある。次のターン、アパスマバンタライズ打つとして7だもんね。このターン、ね、25使えるのか。25使えるということは、浄化オーバードライブで20、癒しの水3回使って23、 OK、 大丈夫。そしたら行動順指定しながらラファエル起こし、さらに2回回復が入るから、アイシャとテオ様、テオ様でもリジェネってるんだよな。ラファエルの HP マックスになってなさそうだから、もう一回ラファエル回復するか。で、浄化テオ様かけてからオーバードライブ。よしよしよし、なんとか、なんとかまだ崩れてはいない。いや、もうボロボロであることは確かだから、だが崩れてはいない。ジョーカー起きる。オーバードライブで、なんか まだ寝てない？あれ、おお、寝たふりすんなって。ちょっとサボろうとしてたやろ今。 BP9 で戻ってくる。いや、もうこれ強い連携しよう。アパスマ、いや、ディフレクトリーつってさ、こちらのステータスとかいろいろ関係するんだっけ。とにかくこれで武器壊れたな、ハルト様。仕方がねえ。もうこんな序盤で壊れんのか。ナイス連携。こういうの待ってたんよ、こういうの。最初からこういうのしてくれ。めちゃめちゃミスとかリフレクトとかしてくるからさ、心配しちゃったよ。ナイス連携。9000、これでしょ、これでしょ。いやー、やっと本気ですか。こちら側の BP はアイシャがマックス、ディアナ様、ディアナ様、アイシャマックスで、それ以外が貧弱貧弱。二人でオーバードライブにしようか。オーバードライブしながら LP もそろそろ考えないと。ラファエルが6、柱まだ残ってるよね。さあ、アイシャかディアナ、頼む。オーバードライブ。おっかっかっか、ヘルファイ。これは死なないでしょう。二人同時に死ななければ崩れることはない。980って LP3 削られたんだが。ちょっとおじいちゃん、老体に鞭打ってるんだからやめてくれ。あ、でもテオ様 LP 高、生命力やばで、テオ様が倒れているから、これは何はともあれ起こさなきゃいけない。水の術法を使うことは決定している。
で、BP をどれだけ残、あ、でもいいよね。どうせゼロなんだから、あ、まだ、まあ、危ねえ。毎回ミスるな。行動順指定で、4回回復投げてからだな。テオ様、テオ様、ナイト、ハルト、アイシャにも投げておく。アイシャにも投げてから、オーバードライブ。立て直しのオーバードライブ。400。柱、相当壊れてるね。回復が、ほぼほぼマックスになっている。剣の雨来ないでくれ。オーバードライブだから来るわけないのか。で、ここで、めちゃめちゃ強い連携が、我々、打てますよね。来た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 。行動順して、ベルニーソード、アパスマ、バンタライズ、アパスマ、バンタライズ、アパスマ、来い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 。3、4、5、よしよしよし。1万超えてくるでしょ、これは。柱少ないし。連携してるし。さあ、ディアナ様、1万1000、よしよしよし。オッケー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 。で、BP は、アイシャー、そうか。ラファエルは、オーバードライブ使って、16、ラファエルはオーバードライブ16消費、16消費で、4。で、プラ4だから、8でそのターン帰ってくる。いやー、聖杯打っておきてえな。44、12、24、聖杯打っておきたいが、あと使える聖杯の回数は2回だよね。 EP4 しかない。いや、これ完全にミスでしょう。減退聖杯とかにしとけば使いたい放題だったじゃん。そもそもオーバードライブ5人である必要なかったんじゃない？もうちょっとさ、役割を分担してオーバードライブ要員2人とか3人が最強だった説あるな。これは夢を追いすぎている。いや、でもさ、このターン剣の雨じゃない？剣の雨だとして、奇跡の水使って EP 増や BP 増やしたところで、どうせ柱増えるから強い攻撃を打つ必要はない。もう一ターン渋るか。もう一ターン渋るのでいいんじゃないか。まだ節約できる。敵の HP 半分くらいだよね今。オーバードライブからナイトハルト様、何がいいかな。ガラルカヤキスしかないからな。ちょっと貧弱すぎる。多分天狗が一番強い気がする。 BP 節約していくんだったら2段突きとかでもいいわ。まあ柱少ないうちはダメージ与えておきたいし、おそらく天狗が強い。天狗、劉備返しかな。劉備返し、そして、オーバードライブ打てる人は打っていく。で、ここも劉備返しかな。劉備返し、ベルベト、関川、2人防ぐ。オッケーオッケーオッケー。大丈夫だったよね今。聞いてないよね。しかも剣の雨が来ない。アイシャ BP34 ある。落ち着いて回復からのオーバードライブ入れておくか。オーバー、こんなに剣の雨って来ないもんだっけ。時止めてる間になんかターン飛ばしちゃってない我々。こんなに来なかったかな。オーバードライブ結構ターン数経っている気がするが、いや、次のターン聖杯使うことを考えたらもうどんどん使っていこうか。ウォーターガンまで打とう。ウォーターガン打って、で、そこからオーバードライブ。これで全員 HP マックス。むしろ今のターンウォーターガン4発からオーバードライブでもよかった。いや、でもウォーターガン誤差といえば誤差だからな。悪くない選択肢ではあったと思う。回復で、ここ行動順指定しなくていいね。柱がないから本気出すところ、連射。さあ、いくつ出るか。2000。でかいでかいでかい。よしよしよし、当たる。700。なんか急に弱くなってる。ミス。
急に弱くなったけど。しっかりしてくれ。さあ、イクセル、過激。これでかいんじゃない？ 4000、6000出た。え、ここまでで、5万くらい与えたかな。おそらく5万くらいじゃないか。あと4万だと思ったら、使い時だな。ここだな、聖杯。聖杯打って、で、ラファエル、オーバードライブ、ナイトハルトオーバードライブ。どちらかが生きていれば、オーバードライブ、発動するようにしておこうか。ラファエルがもし死んだら、イクゾーさんがフォローしてくれる。 3?LP3? 結構 LP やばくない？指返し、オーバードライブ入ったが、アイシャの LP いくつだ？待て待て、主人公の LP なくなったら我々ゲームオーバーになる。あー、 LP4 か。これ起こさんきゃまずいよね。起こしてオーバードライブして次のターン。いやー、パスマバンタライズ打ちたいでしょ。7で戻してきたいってことは17か。17このターン使えるっていうことは、アイシャ起こしてオーバードライブして終了か。それでいこう。アイシャ起こしてオーバー、コード受精でアイシャ起こしオーバードライブで、あえて2回行動で BP 節約、オーバードライブで、こうすることによって BP7 で戻ってくるので、ここでベルニーソード連携が打てる。しかも EP16 に調整しているから、この連携を打った後もまだ EP が1ギリギリ残っている状態に調整済み。連携していく。ダメージはいいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？やはりイケメンが正義なのか？イケメン正義！イケメン正義！オッケー、6万ちょいくらいか。で、さっきのターン、アイシャが死んでしまったから、奇跡の水が打てていない。BP それなりに回復してきてるが、奇跡の水チャンスではあると思うんだよね。で、アイシャで聖杯回復してからの23、30。ハルト様でも、時止めても武器弱いよね。だったら優先的にディアナ様が時止めて、で、もしディアナ様が死んだ時用にハルト様がケツを拭ってくれる。オーバードライブ。非現実、オッケー！出れてる！これは出れてる。誰に行く？歯医者かよ！マジ言ってんの？やめてくれ！聖杯入らんし、一番ダメよそれ。聖杯入らんし、アイシャの LP が2。マジ言ってんのか。うわ、これアイシャ見捨てることできないもんね。起こすしかない。オーバードライブに続かないし。マジ言ってんのか。うわ、最悪すぎる。ミイラ薬も持ってないし、ウォーターガンするか。柱少ないからほぼほぼ回復してるでしょう。ウォーターガン、ウォーターガン。ただアイシャ542までは回復しないか。もう一回くらい回復入れとく。アイシャの LP は絶対減らしたくないもんな。あ、浄化しておけばよかったか。ミスったね。浄化でよかった。術が打てないのは困ることが多そう。脳筋にしてしまっている。バーサク状態。いや、さすがにさ、そろそろアイシャに打たせてくれてもよくないか。いや、聖杯が打ててないからみんなの BP がない。3人は BP ないから攻撃する。そしてここから奇跡の水、オーバードライブ。アイシャとナイトハルトが死んだら痛いね、これは。それ以外だったら OK。乱れ突き、クラック、大丈夫、大丈夫でしょう。強撃陣、
そして相変わらずさ、バーサーク解除忘れてるっていう。まあいいわ。もうイケメンはバーサーカーよ。もう12回殺さないと死なないのよ。これさ、マジでさ、剣の雨来ないよね。多分剣の雨って特定のなんだ7ターン目とか8ターン目ってなってて、そのターンがオーバードライブで飛んでしまっているから永遠に剣の雨が打てないんだろうね。柱復活しないんだろうね。なるほど、オーバードライブ戦法ってうまくやれば、ちょっと私今回グダッとしまってますけど、うまくやれば柱を復活させないまま瞬殺できる可能性があるっていうことか。へー、面白い面白い面白い。で、ハルト様止めた時間の中何やるっていう話をね、カヤキスか天狗走りまくるか。天狗走りまくるのであればこのターン29使っても大丈夫となれば、まず回復から入れていこう。そして浄化も入れながら、これで23使ってるんだよね。だから次のターン13で戻ってくる。強い攻撃が打てる。 OK、 問題ない。よしよしよし、浄化をかけてオーバードライブ。そしてあー、もう一個強い武器をな作っておけば、まあ悪くない。ガラルカヤキスも一応改造はしているから悪くはないはず。連携を調べるべきなのか。天狗走り天狗走り、いや他にもっと強い連携ある？わからん。これは天狗走るしかないな。パッと見た感じない気もする。天狗郎五天狗、お、いいね。ジンゴ発動している。強撃陣、まあ微妙な陣ではあるが、さあダメージ1700、7万くらい削ったかな。これで悪くない天狗。そして全員 BP がめちゃめちゃある。めちゃめちゃあるということはオーバードライブでしょ。オーバードライブ、ちょっとハルト様はオーバードライブできないから、ハルト様は適当になんかやっててもらって、それ以外で全員でオーバードライブ。全員でオーバードライブ。誰か撃て。ウィンドカット、おっしゃ出れてる。オッケー、イケメン死んだ。問題ない問題ない問題ない。300耐えるよね。あ、イケメン死んなかった。おお、イケメン強い。イケメン死んだと見せかけて生きている。一人バーサクになっているだけ。ちょっと待って、まず冷静に状況を見よう。浄化の水でナイトハルト様だけバーサクってるのか。安牌に行くんだったらディアナ様の LP あるから、浄化の水で回復しておいて、次のターンに何ができるかというと、アパスマパンタレゼ連携ができるんだ。20、このターン29使える。何でもできるな。 OK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 、 回復していこう。行動順指定、ミスるな、ここでミスるな。行動順指定しながら、ハルト様、ラファエル回復して、浄化の水まで投げて、で、これ、回復する必要ないが、もう一回くらいおまけで、ラファエルに手厚く回復してからのオーバードライブ。これで立て直っている。浄化やし、いや来てる。撃破までちょっとずつじりじりと近づいてはいる。いや今回心の闇も来てない。ゴッドハンドも最初だけ。あんなにもやばいランスを引いたかと思ったのは最初だけであった。でここで行動順指定からのディアナ様最強連携、アパスマバンタライズ、アパスマバンタライズ、アイシャに攻撃が集まって LP に削られるっていう一ターンでゲームオーバーがあるんだよな。三中陣このターンか、むしろ次の連携くらいで倒せるんじゃないか。神罰、いい陣が発動している。ダメージは
連携ダメージ、このダメージは嘘、320%も出ているわけがない。さらに2連携バンスマー4700、剣の雨が来てしまうマジかー、あとちょっとだと思うんだけどな。あ、この剣の雨ってあれか、やっ、このままでは済ませない、しゃー見たか、これはねマジで、次の千年後シスの卑劣な罠によってっていうパターンよこれ長かったマジ長かった、ある意味完封はしていたかもしれないが。